はい、本日はですね、僕が梅雨の時期に使っているおすすめのアイテム11点をご紹介していきたいなと思います。まあそろそろですね、梅雨の時期が来ても雨ばっかりやでっていう時が多いと思うんですけども、そんな雨ばっかりの時はですね、若い頃っていうのは雨も滴るいい男って言って、濡れれば濡れるほどかっこいいっていうのがあったと思うんですけども、おっさんになって30超えてからですね、肌がちょっとおっさんになったらですね、いきなり濡れ出すとなんか急に氷河が変わり出すんですね。雨も滴るいい男ではなくて、ただの小汚いおっさんというふうに言われたので、あんまり濡れない方がいいでしょうということで、僕は結構防水に力を入れてるんですね。なんでじゃあお前は入れてたんかって言うと、あ、そういうことなんかと、小汚いおっさんにならないためにいろいろ防水の力を入れてたんだということで、今日はね、いろいろご紹介していこうということで、本日の流れとしてはですね、僕が今現時点で使ってて、この防水のアイテムは梅雨時期におすすめですよなんていうのをですね、まあ、一点一点ご紹介していこうということで、まあ、11点合計あるんですけども、大体ね、下から上までありますわ。まあ、靴とかパンツとかジャケットとかリュックとかね、その辺をあと紹介していって、行こうと思うんですけど、ジャケットに関してはね、ちょっと値段を別にします。安いやつ、コスパとりあえずいいやつがいいっていう方にはこれ結構いいと思いますよとか、まあ中ぐらいだったらこれちゃいますみたいな感じでね、ご紹介していこうというふうに思いますので、まず一番最初はジャケットとかパンツに行く前に、まずは靴行きますわ。大体ね、おしゃれな人っていうのは靴から行くんですよ。大体靴から行くっていうことで、まず一つ目ご紹介するの何行こうかな。これから行こうか。まあ一番上にあるんですけども、こちらはブーツですね。ダナーのブーツになっておりまして、これはね、ブーツって普通濡れたらあかんっていうイメージあるじゃないですか。濡れちゃうと変わってあかんのちゃうかなと思うかもしれんけど、これね、ゴアテックスっていうもう完全防水のやつやからね、どんだけ濡れてもいいんですよ。だからビッチョビチョになったりとしても足濡れへんし、ブーツ的にも全く問題ないっていうことで、これはね、梅雨時期に結構履けると思うので、まあ特に私服ですよね。キャンプ行ったりとかアウトドア行ったりとか、まあそれ以外にやったらバイク乗る方ね、これバイク、僕バイクの教習の時にしか使ってなかったですけど、まあ、そういう時とかでも使えたりするのでね、これは結構いいんちゃうかなと思います。まあ、あくまでも私服って感じですかね。プライベートで履くんやったらこういうブーツなんかもいいんちゃいますかということで、こちらがゴアテックスのブーツということになってて、次がですね、この辺くらいからちょっと本命になってきますね。ホカオネのオネの、スニーカーね、ホカオネオネのスニーカーで、これがね、実は2足あるんですよ。これがホカオネオネのスニーカーで、チャレンジャーローなんとかっていうやつね、これがカーハーローって言って、まあ似たような感じでさ、もうパッと見一緒、何がちゃうんですかって言って分からん感じなんですけども、まあ、僕ゴアテックスのねスニーカーって、このホカオネオネをめちゃくちゃ押すんですよ。でそれはなんでなのかというとですね、今とかやったらゴアテックスのコンバース、だから要は完全防水のコンバースとか、あとバンズとかも出てるじゃないですか。あんなおしゃれでいいじゃないのとかと思ったりするんですけど、やっぱりね、歩き心地履き心地抜群に違うんですよ。ホカオネオネのな、言われへんかったけどね、このスニーカーの履き心地やっちゃったらもう他買えませんでということで、僕このホカオネもね買ってから一切バンズとか買ってないんですよ。ほんまは買いたいですよ。買ってちょっとおしゃれな履きこなしでね、こういう格好の時にバンズ履きたいななんて思ったりするんやけども、あまりにもこれが履き心地良すぎて、どうしてもついついスニーカーって言ったらこのどっちかを取っちゃうんですよ。だからまあ見た目的にね、もう飽きてくるからね、黒の同じようなやつばっかり履いてたらね、飽きてくるからね、ちょちゃうやつも履きたいなと思ったりするんやけども、あまりにも履き心地いいっていう、それぐらい履き心地いいので、まあ、これは一足あったらいいんちゃうかなと思います。まあ、個人的に僕どっちの方が好きっていうと、ボリューム感があるのはやっぱりこのカーハーローってやつの方がね、ボリュームがあるんですよ。だからボリュームがあるから、あんま綺麗さはないっていうんですかね、こうゴツゴツした感じでも、チャレンジャーローの方がちょっと綺麗な感じがするからね、僕個人的にはこっちの方が好きなんですけど、もうこれ出てないんかな、去年発売されてて2020年のやつやから出てへんかもしれませんけど、こっちの2021年はカーハーローなんでね、こっちは多分あると思いますけど、まあ、出てへんかもしれんけどね、僕個人的にはこっちの方が好きは好きなんですけど、まあどっちにしてもね、履き心地はめちゃくちゃええですわということで、今んとこ靴3足ババッと紹介しましたね。ほんで今のは大雨バージョン、もう大雨でも小雨でも全然どっちでもいけるよっていう感じだけども、小雨の時そんなにがっつり雨降ってへんくて、小雨の時こういうの履きたいんですよってなったらですね、これね意外といいですよ。ノースフェイスのね、このなんかスリッポンみたいな感じで、こうかかとがないんですよ。かかとがないからね、まあこれまたアップ出してるか、かかとがないからパッて履いてパッて脱げるんですよ。だからスニーカーより楽で、僕の場合はね、この今撮影してる部屋と自宅が結構まあ歩いて近いんですよ。だからいちいち脱ぎ履きを手間なんのめんどくさいんですよね。これパッと履いて、まあ4、5分パパって歩いて、でパッて脱いで
でまた仕事して、でパッと履いてパッと帰るみたいな感じの時はこれがいい。だから1日履くとかやったらちょっと歩きづらいかもしれんけど、ちょっとその辺履きますねいう時なんかはね、これ結構いいと思いますよ。あの小雨は濡れへんしね、大雨やったら全然濡れますけど、小雨の時とかやったらこの上のところのねあれがね、もともと防水って歌ってないですよ、全く歌ってへんけども、これがね全く合皮やから濡れないんですよ。だから小雨程度はいいでしょう。ただ、まあ他のところからはねめちゃくちゃ濡れますけどね、まあ、これは防水と言っていいんかわからんけども、まあ、多少の雨と濡れませんよという感じですね。もうこれ裏側ももう擦れてなくなってきてるんですよ。見えてるかな、これ真っ暗か見えてないか。今の4足がねもう靴はもう完璧ですわ。ブーツあったらもうここの上の方までいけるしね、スニーカーやったらめちゃくちゃ履き心地いいし、ちょっとその辺歩く時とかやったら今のねスリッポンみたいなやつ履いときゃいいということで、まあ、足元はこの辺が梅雨時期はおすすめだと思います。で順番に上がっていきましょうか。次はねパンツなんですけどね、パンツに関してちょっとこれ言わせてください。正直ね値段が上がれば上がるほど履き心地がいいわけじゃないんですよね。っていうのも先に言いますわ。これねこっちがワークマンのねパンツね、でこっちがノースレスのパンツね、値段差的に言うたら10倍ぐらい値段は違うんですけども、履き心地全く一緒、もう全然違いない。なんでなのというと素材が全く一緒やからということで、ナイロンっていうね素材なんでね、特にそんな違いってないんですよ。でシルエット的にもねほぼほぼ違いってないし、まあもしシルエットが気になる方は今ここにねサムネ出てると思うんですけど、この動画見てもらったら着用してる様子あるんですけど、まあ違いなんかないんですよ。ただ何が10倍値段に違うのってなってきたら、やっぱりゴアテックスかどうかということなんですね。こいつはゴアテックスの話ばっかりしてると。ゴアテックスということが今まで聞いててなんとなくは理解してるけども、実は知ったかで聞いててんなって思う方はですね、こっからもう聞きたくなくなってくると思うんですけども、まあ、ゴアテックスっていうのはそれぐらいめちゃくちゃいいんですよ。とにかくいい、もうここで詳しい話はせんけど、とにかくいいっていうことで、何がいいのって言ったら絶対絶対に濡れへん。もう大雨が来ても大嵐が来ても何が来ても絶対に濡れへんというのがこのゴアテックスなんですよ。じゃあゴアテックスやったら何でもいいのと言われるとですね、まさにその通りということで、別にノースフェイスじゃなくてもパタゴニアじゃなくてもモンベルじゃなくてもどこのブランドでもいいから、とにかくゴアテックス持ってりゃそれでいいんよと。ほんで一番パンツってこれね、ないがしろにされる方めちゃくちゃ多いんですよ。ジャケットは買いましたよと。でまあ靴もまあ気にはしましたと。でその次に小物気にしました。一番最後に行くのどこって、これパンツなんですよね。パンツほったらかし、ズボンはビーチャビーチャで濡れてもしゃあないかと思って、まあ見た目的には確かに変わりませんよね。あちょっと色こうなって濡れてるなあの人ぐらいにしか思わへんけども、ジャケットとかねここ辺ビチャビチャなのはね、やっぱり小汚いおっさんになっちゃうからジャケット気にするよってなってきたり、まあブーツもねちょっと足ぐちゅぐちゅなマジで嫌やからほんまちょっと靴買うわってなったりね、大事な書類が入ってるからカバンも気にしなあかんわってなるけども、パンツがほったらかしないよね。だいたいみんなほったらかし。せやからこのねパンツはまあ一番コスパいいの多分ゴアテックスでもモンベルやと思います。モンベルのゴアテックスとかやったら1万切るぐらいであると思うので、まあカッパ用で考えて貼る方とかやったら、まあ変にねよくわからへんメーカーが出してる防水のパンツとかやったらどうしても濡れたりするんですよ。大雨降ってきたりしたら浸透してきたりするので、お前それほなカッパちゃうやないかいうことになってくるんですけど、ゴアテックスやと絶対にカッパなんでね、カッパというか濡れないんでね、これは強く念押ししときます。なのでまあそんなに頻度使わへんねんという方はモンベルの安い、ゴアテックスがあると思いますので、まあ、それがいいんちゃうかなということで、まあ、僕はねたまたまレビュー用に買っただけなんで、それがあるのでね使っておりますが、まあ、もし僕がレビューしてなかったらおそらくモンベルのゴアテックスを買ってたでしょうというぐらい、パンツはね1本ゴアテックスも取ってもいいかなと思います。ほんで次はジャケットに行く前にリュック行きましょうか。リュックがね僕が今もずっと毎日使ってるのがこれなんですよ。ブラックエンバーっていうカバンになってて、これはね、まあ、防水になってるんですよ。だからこの中にね結構大事な書類とか、まあそういうとここそ着替えとか入れとっても絶対に濡れないんですよね。まあ一応メーカーは完全防水って歌ってへんけども、まあ、僕個人的には何入れてても濡れてないから、まあもう防水やと思い込んでね使ってるので、結構僕がこれ以前紹介してから買ったんですってこと結構多いんですよね。でも僕これねなんちゃってレビュー系 YouTube やらせてもらってるじゃないですか。やから買ってるけどね、これまあ値段がね、まあ、オプションとかいろいろつけていったりしたらね4万ちょっとぐらいするんですよ。だから結構まあ値段としてはリュックの中で高いじゃないですか。やけど結構感度の高い人とか、まあ洋服のリテラシーの高い人らが結構こぞって買ってはるんですよね。だから買いましたよってよう聞いたりもするし、いやでもそこまでは俺よう出さへんわっていう方もいらっしゃるじゃないですか。ってなった時はねこのねアークテリクスのねアロー22、これもまあ一応ね防水っちゃ防水なんでいいかなと思うんですけど、これ3万円ぐらいかなになるんですけど、やっぱり防水って高いですね。普通のリュックだ1万ぐらいであるけども防水入ると高いんですが、これね表のここの分だけしか防水になってないんですよ。このメインのとこはね全く防水になってへんから、
こんなとこにねパソコンなんか入れたらビーチョビーチョになっちゃうからね、入れるとしたらこの前しかないから、ちょっと容量的にはどうかなみたいな、パソコンも入らへんしね、まあ、ちょっとしたもん入れる程度やったら全然いいと思うんですけど、がっつりパソコンとか書類入れるんやったらちょっとアロー20にも厳しいかなということで、ブラックエンバー一択しか僕は知らないんですけど、まあ、他でもねもしかしたらあるんかもしれないんですけども、僕が今まで使っていた中ではこれがまあ一番良かったかなと思って今使ってます。いちいちカバン買えるのめんどくさいしね、雨の日と晴れの日と。でまあ何よりね、ちょっとこれ話変わりますけどね、あの書類とかやり取りするじゃないですか。で業者の人とね書類やっててね、あの書類がね濡れた跡ある状態で渡された時ってね、この人仕事できひんのかなってなんか思いません？なんかあのそこまで気使われへんのかなとかって思ったり勝手にするからね、僕も仕事できひんくせに偉そうに思うんですよ、人に対してはね。だから書類とかは絶対濡らさん方がいいんかなって僕個人的に思ってるので、防水のリュック使ってるんですけども、結構まあ皆さんね大人の方はその辺気にしてるんちゃうかなということで、最後ジャケットに行きたいなと思うんですけども、ジャケットが一応ここには3種類あるんですが、まあ、どういう用途であるんかというと、まず一番最もコスパがいいもの、もうこれとにかく安くてでいいから、あのカッパ欲しいねんという方はこれ、もうこれしかない、モンベルのレインダンサージャケット。これなんでかって言ったら、さっきも言いましたね、ゴアテックスなんですね。またお前ゴアテックスの話かいということなんですけども、まあ、ゴアテックス系 YouTuber としてやらせてもらってるので、この辺はね硬いかなと思います。値段が1万6000とか7000ぐらいで、ゴアテックスのジャケットってもうこれぐらいしかないんですよ。もしかしたら他にもあるかもしれんけども、僕知ってるのこれしかないからね、どんな天候でも使えるのに値段が安いっていうので、まあ、モンベルですけどね、これ黒とかやったらあんま目立たないんじゃないですか。一回着てみましょうか。まあ、こんな感じでね、これは僕 L サイズで着てるのかな、まあ、詳しくはあのレビュー動画で喋ってるんですけど、まあ、こんな感じになってるので、まあ、全然こうやって濡れませんよっていうことになってて、これ音入ってないか。ほんで次がね、あのまあもうちょっと値段出してもいいから、ちょっと A の欲しいねんっていう方なんかはですね、この2着がおすすめかなと思うんですけども、本来それ何なのというと、ノースフェイスの方からは定番のクライムライドジャケット。もうこれ僕この動画でクライムライドジャケットって何回言ったんかなって思うぐらい、クライムライドジャケットって言ってるけど、このクライムライドジャケットがおすすめかなと思います。ほんでアークテリクスやったら何っていうと、このゼータ SL かな、ベータ SL かな、ちょっと忘れたけど、これがね価格帯的にもこっちノースフェイスが3万円ぐらいで、このゼータが4万円ぐらいになってるので、まあ価格帯的にも中価格ぐらいなんですけど、まあこれやったら、まあほんまに雨具と言わず普通のファッションとしても着れるし、もちろん登山としても着れるし、用途がめちゃくちゃ広いで、僕に関してはねこれバイクの教習とかでも使ってたりしたんで、もちろんバイクとかでも使えるので、とにかく使えるシーンがめちゃくちゃあるんですよ。で本でもってね、これ両方ともそうですけどね、収納というかコンパクトに収納もできたりするので、持ち運びもいいということで、やっぱ値段が上がれば上がる分そういう多機能になってくるんですけど、まあアクちゃんこんな感じですわ。まあ見る人が見れば、さっきのモンベルと何が違うのって言われるかもしれんけど、まあ何が違うかはブランドも違うしルール違うからね、ここでは言わないですけども、まあちょっと違うかなと思います。ほんでね、これはねなんでええかな言うたらね、こうやってねバイクとかって前行くじゃないですか、この時にね腰が見えないんですよ。なんでって言ったら、これがバッタスタイルになってるんですね。バッタのお尻みたいにビヨーンってこう丸くなってるから、背中が見えませんよっていうことになってて、ほんで次にノースフェイスのクライムライトの方は、まあ、ちょっと山テイストが強なりますかね。まあ、いろんなシーンではもちろん使えるのは使えるんですけど、まあ、もともと登山用として作られてるっていうところもあって、ちょっと山っぽさが出てきますよね。だからバイクとかになったらね、これ僕 XL で着てるんですけど、ちょっと腰が危なくなってくるかなみたいな、カフェレーサースタイルとかになったらもうちょっと危ないかなっていうね、最近バイクいろいろ見てるからカフェレーサーなんかいろいろ知ってるんですけども、まあ、そういう感じになってるんかなと思いますね。で以上が、まあ、ここ今ある分なんですけど、ラストいってね、おまけでちょっとまださらにもうワンランク上行きたいでっていう方、僕のこのチャンネル見ていただいてる方ね、結構経営者の方とか、まあ、ファッション洋服にやったらお金ちゃんとええもの買いたいから出すよっていう方も結構いらっしゃるんですよね。でそういう方とかにおすすめなのはやっぱり10万ぐらいするんですけど、アークテリクスのアルファ SV やったかな、まあ、これはもうめちゃくちゃいいですね。何がいいのっていうと、もう生地から高級感が全然違うんですよ。もうだからね、まあ、新幹線で言ったらグリーン車みたいな、もうシートがちゃうんですよね。シートの広さがえらいゆったりしてんなみたいな、とうとう俺もグリーン車乗れるようになったなって、グリーンって言ってたから緑色のシートなんかなと思ったら茶色なんやなと思ったりすると思うんですけど、それぐらいねランクがちょっとグッと上がるんですよ。でこの辺はどっちかって言ったら、まあ、新幹線やねんけど一般車両みたいな感じでね、ちょっと詰めながら座らせてもらいますわみたいな、A 席 B 席 C 席の B 席に座る時の気まずさったらたまらんじゃないですか。だから僕極力 ABC の A 席に座ることが多いんですよ。なんでって言ったら、大体皆さん A が埋まってたら C を取るじゃないですか。ほな B は空きで横がちょっと空いた状態で座れるんやねっていう、新幹線のとこは一回ちょっと置いとくんですけど、
このモンベルは何なのというと、これはあの新幹線じゃなくて、まあ、夜行列車ですよね。これ夜行列車スタイルっていうのが、まあ、このモンベルの価格帯かなと思いまして、まあ、乗り物好きな方とかやったら、まあ、ビビッと分かってもらえるとは思うんですけども、まあ、そういうところがね、まあ、ジャケットの価格帯になってくると思うので、まあ、そういう方は、まあ、それぞれ皆さん の, あの趣味思考で選んでもらったらいいとは思うんですけども、世の中にはほんまにいろんな人がめちゃくちゃ多いんですね。だから自分では買い物がこれが普通やと思ってたけども、人によったら全く違うっていうことがあったりするので、まあ、それぞれね皆さんで選んでもらったらいいんかなと思うんですけど、僕は今現段階で2021年の6月に使ってる防水系のアイテムってこの辺なんですよね。まあ、なので、詳しく知りたい方とかは過去にレビュー動画出してるので、それね下動画説明欄に貼ってますので見ていただければいいかなというふうに思います。ということで本日はですね、僕が使ってる防水のジャケット防水のアイテムを紹介しめたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。